キスカ島は米軍の奪還作戦により玉砕した厚島とともに戦略的に孤立した地域で、制海権、制空権も米軍に握られています。キスカ守備隊は撤退もできず、本土からの補給も応援も見込めないという状況。米軍が攻めてくれば玉砕、食料が途絶えれば不可死します。大本営はキスカ島守備隊の撤退である化合作戦を決行、作戦の成否は君にあり。1943年7月29日、艦隊は13時40分に投病、制限時間は1時間、過ぎたら作業中止し、直ちに出航という条件のもと、作戦成功のために木村少将は銃などの兵器の投棄を陸軍に申し入れます。しかし天皇陛下の菊の紋章入り38式歩兵銃は何より大事なものと強硬な反対意見が出たが、木村は譲りません。最後は北方軍司令官の樋口喜一郎中将が、人命こそ第一、兵器はまた作れると作戦決行。直ちに全員をキストン輸送により55分という短時間で収容、守備隊全員を収容後、直ちに艦隊はキスカ島を全速で離れました。この作戦成功には木村正富少将の強固な意志と行動力があったのです。